はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那亮司でございます。ウィントン様、ティーナカ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援くださり恐縮であります。政治活動資金させていただきたいと思います。ウリ様、ポスティングボランティアお申し出誠にありがとうございます。現在約40名のボランティア様が活動中、誠に誠にありがたいであります。今日ですね、参院選の供託金300万円、入金、してまいりました。この他にもですね、街宣車やチラシやポスター印刷や、まあなんつっても1万5千枚ですから、ポスター貼りの、人件費ですかなどの出費もあり、区議会議員の報酬ではとても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 、つい最近も豊島区議会議員の同僚が借金返せなくて死んじゃった事件もありましたし、ご支援くださった皆様と、メール当院様、あと YouTube 視聴ご視聴の皆様のおかげであります。誠にありがとうございました。やっと供託金払えました。引き続きご視聴ご支援メール当院募集いたします。よろしくお願いいたします。山田博史議員が中心となってですね、国民歯科検診制度発足に、動いている模様であります。まだ発表されたわけではないんですけれども、まあ、検討中ってことでね、まあいいんじゃないっていう意見が多かったでありました。そんな中でですね、歯型を政府に取られ特定されるっていう書き込み見かけました。どんだけ悪いことしようと決心してんだが全然わかんないですね何なんだこいつは。市民検診とかで、まあ、採血されますよね。血液検査、区民検診とかさ、政府がそのほぼ全員採血されるわけじゃん、健康診断で。それのね、 DNA 情報持ってるわけねえじゃん、そんなね、検診で血取られたからってね。もし国民全員の DNA 政府が握ってたら、もっと検挙率上がるだろ。あと強姦事件とかまかり間違っても誰もやろうと思わないっすよね。まあそういう狂ったやつも、犯罪傾向の高いやつもいたもんでね、まあひょっとして日本人じゃねえのかなって思ったりしてね。他に誇れるところが全然全くない皆無、もうアブソリューティリーナットナッシング、の立憲がですね、女性候補者率を誇ってしまっていました。まあ、読売の記事なんですけれども、ネットの反応です。アピールするとこそこじゃないだろう、何が偉いんだかわからん。まあ4割 46% 女性候補だーっつってえばってる、自民党は2割だーっつってえばってるみたいなんですけど、女を無理に擁立する必要なくね。女の数増やせばいいってもんじゃないんだが、当選するかどうかは別、数合わせ客寄せはやめろ。立憲議員に求められる能力は自民より圧倒的に低いので問題はない。まあ何が中途反対してればええからね。なんか若い分かんないことを言っても、それを責められることもないしね、テレビやワイドショーでね。立憲の男性候補者は女性優遇をどう思ってんだろうな。まあ女を優先してもっと能力高い男性を落とすっていう光景も目の当たりにしてるわけじゃないですか。まあいわゆる男性差別、立憲の中の男性候補者とか議員はそれどう思ってんだろうね。有権者の半数はの女性はほぼ女には投票しない。そうか、そんなこともないような気がしますけれども、私知ってる女性、片山さつきさんに入れんだなんて息巻いてましたからね。試験、立憲は全部で43人擁立して、うち20人が女性候補だそうであります。 46% ね。なので2割にとどまる自民より偉いみたいな読売新聞が記事書いちゃいましたけど、そこしか誇れるとこねえのかな。全員女性候補には
できなかったんですか。残念ですな。そうしたらそうしたで、男性差別って言われそうですけどね。立憲の男の議員なんて、まあ見苦しいだけで、いるだけで空気汚れるし、女性の方がまだマシかなっては思うんですけれども、小沢一郎、候補は女で若くて美人がいい。若ければ若いほどいい。ってほざきまして、まあ泉健太執行部とは、今は不仲でですね、最近生きてんだか死んでんだかわかんない状態ですけど、小沢一郎ね。立憲は民主党以来のこの伝統を守ってるようで何よりであります。日本改革党支部長は今のところ全員男です。NHK 集金にと怒鳴り合ったり、街頭で共産党員に殴られる恐れがありますし、女性を危ない目に合わせるわけいかないな、思っております。例えばレスリングの吉田沙保里さんみたいな喧嘩上等みたいな女性だったら言い方は思うんですけれども、そういえばね、岸田文雄自民党首、泉健太立憲党首、志位和夫共産党首、全員が私と同じ7月29日生まれでした。なんか嫌なんですけどなんか嫌なんですけど、佐藤正久さんとか和田政宗さんとか、ちゃんとした人が7月29日生まれだったらよかったな。岸田に泉に志位和夫がけなんてちょっとがっかりしちゃいますよね。新党国盛とちょっとやり合ってしまいました。5枠の参院選神奈川選挙区にウイグルから帰化した。新党国盛さんがですね、ウイグルから帰化したグリスタン・エズズさん擁立を発表いたしました。こんな方ですね。まあウイグルから2005年に帰化って書いてあったからな、まあ、15年17年前ですか。ネットの反応です。なんだ結局国盛も左翼か。日本にウイグル問題を持ち込むな。この人の主張と国盛は反中共以外は対立する。そうなんだ。移民反対の新党国盛の政策と矛盾する。ウイグル問題を選挙戦で数多くの有権者に知ってもらうために立候補決意。目的がおかしい。ウイグルのためじゃなく選挙区の日本人のために働けよ。日本人の税金使って他国の心配してる余裕などない。帰化一斉が立候補できるのに反対だわ。帰化人の非選挙権は賛成からにしてほしいわ、というネットの意見がありました。試験ですけど、笑った投稿を見て笑っちゃいました。何が国盛だ、国無理だわ、言うっすね。少なくとも国盛はね、帰化一斉立候補容認っていうことが分かっちゃいましたね。帰化一斉のエズズさんを擁立してるんだからね。普段偉そうなこと言ってるのになんだそれって感じなんですけどね。関平さんとか、金美玲さんとか、呉前華さんなど立派な方もたくさんいらっしゃるけど、立候補は別だと思いますよ私。昨日までね、外国人だった人が手続き終われば今日からでも立候補できるっておかしいだろ。新宿区のさ、リー・コマキとかさ、パクシン君だの、福山だの、辻元だの、福島だの、ろくなやついねえじゃん。帰化一斉で議員になってるろくなやついねえじゃん。自民の小野田さんは生まれながらに日本国籍も持っててね、お母さん日本人ですから、純粋な外国人だったこと一秒もないから別口ですよね、これはね。日本は超個体であるっていう私の理論からですね、日本人の血が一滴も混じってない人が議員になることに反対です、私。すなわち帰化一斉の立候補も反対。まあ、言論人とかならいいですよ。本書いたり、なんか発表してんのはいいけど、議会で、議員で政治やんのは、帰化一斉は私反対ですよ。日本がめちゃくちゃになるわ、あんなの。国盛はね、帰化を含めたイスラム教徒の票狙いですかね。日本人のイスラム教徒って方も少ないながらもいますから。土地狂ったなぁ。貧すればドンスなのかなぁ。中共スパイを擁立したですね、N 党は初めから狂ってましたけど、そんで私も諦めて、早々と離党したんですけど、票をもらえばね、投票した有権者は期待しますよ。
この人は私が投票した人、当選したけど、何してくれんのかな。彼女に投票したイスラム教徒の願いは、土葬墓地建設でしょうね。全国からね、彼女に群がって、神奈川に土葬墓地作ろうとした時に、収集つくんですか。何万人、何十万人も、全国から群がっちゃって、土葬墓地くれ、土葬墓地くれって、わめかれた時に、収集つくのは、彼女自身もね、仮装はやだって人がもう死んねえしね。で、私ね、イスラム教徒が彼女のもとに集結し、神奈川に土葬墓地を作らせようとする、とツイートしたらですね、国盛代表から直々に罵倒をいただきました。恥ずかしくないですかみたいな。恥知らずみたいな罵倒いただいちゃいました。ありがとうございます。彼女は日本の政治には口出ししない。じゃあなんで参議に立候補すんだよ。政治に口出ししねえんだったらさ、なんで議員なりてんだよ。日本の政治に口出ししないんだったら。初めから落選する予定だとか、ただのかかしですって、白状ですかね。国盛代表。本間さんって方らしいんですけど。彼女は土葬問題とは関係ないとかも言ってましたけど、私はね、彼女が権力持った時に同胞のイスラム教徒たちの旗頭にされる危険性を言ってるんであって、土葬問題全く関係あるじゃんね。言ってることめちゃくちゃだなーって、国盛代表の本間さんね、激高してつい書いちゃったのかな。短気やなぁ、この人なぁ、思っちゃいました。詳しくは私のツイッターご覧になってください。なんかめちゃくちゃな言ってること言ってますんでね。だいたい何ね、日本の政治に口出ししない彼女は。どういうことだ一体。じゃあなんで立候補すんだよ。ばっかじゃねえのかな。ちょっとがっかりしました。あんまし頭良くねえな、この人。残念であります。というわけで、引き続きご視聴、メール、登院、ご支援、大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。